いち早く規制に適合した日産エクストレール平成22年排出ガス規制あるいは2009年排出ガス規制は日本国内で販売されるガソリン車及びディーゼル車に適用される自動車排出ガス規制。新長期規制の次にあたる規制であり、車種により2009年もしくは2010年までの達成が義務付けられる。通称ポスト新長期規制。 2007年12月12日に環境省より削減目標の詳細が発表された。今回の規制ではディーゼル車の規制が厳しくなっているのが特徴である。それまでディーゼル車の規制はガソリン車に比べて緩やかな規制になっていたが、今回の規制からはガソリン車並みのものとなった。ディーゼル車においては粒子状物質及び窒素酸化物が 新長期規制に比較して40%から65%程度の削減が義務付けられている。新長期規制の段階で一部部分を除く多くの部分で EU の排出ガス規制を抜き世界一の値であったがそれがさらに強化されることとなった。また該当車両が少ないがガソリン車にも一部 PM の削減基準が設けられることになった。 NOX 急増還元触媒を搭載する直噴ガソリンエンジン車は本規制の適用となるがポート噴射式エンジン搭載車は平成17年規制のまま販売登録可能である。国産車輸入車版トラック排出ガス規制記号は SD マイナスとなる。ありがとうございます。